今日はパンジーのブーケ、ミモザが少し入って可愛らしい感じになってますけれども、こちらとあとですね、色違いを使ったスワッグのご紹介をさせていただきます。まず最初にパーツのご紹介からしますね。メインになってきますのがこちらのパンジーですね。3本玉になってますけれども、こちらとでミモザですね。ミモザもいろんなタイプ、3タイプですね、ご用意してますけれども、少しグリーンがかった感じ、お分かりになりますでしょうかね。少しこういったように華やかに咲いた感じ、こちらのように少し小さくなっているつぼみのような、半分咲きかけたようなイメージですかね。こういったものをミックスして使っていきたいと思います。それぞれバンジスタイルになってましたり、スプレータイプのものになってましたり、それぞれの特徴がありますね。まあ、こういうタイプですと、スプレーなんですけれども、しっかりと葉っぱがついてますので、こちらを切り分けて使っていきたいと思います。次にはですね、人気最近ありますよね、こういったような夏菜も2種類ご用意してますね。こちらも切り分けて使っていただく感じになりますけれども、少し柔らかいイメージで作りがまた違いますよね。その良さを使い分けて見せていきたいと思います。あとはですね、細かくなりますけれども、ユーカリであったりとか、こちらの新種のラナンキュラスも出てきますね。ちょっと今色違いのものになってますけれども、クリーム系でご紹介させていただきたいと思います。あとですね、残りがこういったような小さなリーフたち、あとクラスペディアも入れていきますね。ではこちらを下準備したものをご紹介させていただきます。下準備しましたのが大体こういう感じになっているんですけれども、お分かりになりますでしょうかね。こちらですね、まずミモザからですね。一番咲いたタイプはそのままピック状になってますので、このまま使用したいと思います。あとスプレータイプのものはこういったように切り分けて使っていきますね。で、長さもある程度調節していただいた方がいいかなと思います。あともう一種類の方なんですけれども、こちらがですね、結構ニュアンスがある感じで、下に垂れ下がるような感じになってるんですよね。で、この子たちは半分ぐらいをそのままの状態にしておいて、残りを、まあ、こんな感じでですね、短めに3つぐらい合わせてワイヤリングしていきますね。で、こちらも強弱つけてあげるといいですよね。そしてこうやって使ってあげるとしまってくるアレンジになると思います。で、その他ですね、葉っぱが多すぎるようなものはワイヤリングしておきますね。こういったような感じです。で、ナズナも切り分けておきますね。で、アーティフィシャルフラワーなんですけれども、もともとこうやってワイヤーが入ったものも多いです。ですのでワイヤリングしなくても大丈夫なものがあるんですね。そういったものは、使い分けてそのままの状態で使っていきましょう。ただですね、くるくると回ってしまいやすいものだったりとか、組んでる間にですね、つるつる滑りやすいものがあったりします。そういった時にはここの部分ですね、フローラルテープとか巻かれてもいいかもしれません。ただちょっとですね、今回はあんまり見えると綺麗じゃないので、そのままの状態にしておきますね。あとこんな風にしてですね、切り分けていきます。で、ユーカリなんですけれども、もともとですね、手元の部分が整理してあるような葉っぱにもなるんですけれども、こちらも切り分けて、で、少しだけですね、邪魔になりそうなところをこうカットしておいて、あとはですね、バック処理で使いますので、別のところで用意しておいてくれるといいと思います。で、1点だけ、ワイヤリングのご紹介をさせていただきます。こちらですね、ナズナですけれども、まあ、真ん中ぐらいに血を切りましょうかね。もうこう出っ張ってるようなところ、まあ、こういうところですね、トゲトゲしてるところはつるっとこうなるように切っておかれるといいと思います。で、2本ぐらいでこうやって挟んでまして、こんな感じですね、分かりになりますかね。で、だいたい24番ぐらいですかね、ワイヤーですね、2本、まあ1本でもいいかもしれないんですけれども、多少重さがあるので今回は2本にしてみますね。
で、こういったように間に引っ掛けて下に下ろします。こうですね。で、残ったところをくるくると2箇所ぐらい巻いておきますね。で、こんな感じで下に下ろしていかれるといいと思います。で、フローラルテープですね。こちらは今日は茶色にしましたけれども、あのステムの色に合わせたりだとか、あと、邪魔にならないようなですね、色を選ばれるといいと思います。こんな感じで作っておきますね。では早速花束を作っていきたいと思います。ちょっと材料を上に上げますね。こんな感じでいきますけれども、最初にですね、まあ、どこから始めてもいいんですけれども、まあ、メインになってくるこの辺りからいきましょうかね。まあ、1本でも2本でも。で、ワイヤーがしっかり入ってますので、少し角度を整えながらですね、組んでいきますけれども、脇に来るこういうナズナだったりだとか、あとですね、葉っぱたちをですね、少しクッションに置きながら、順番に組んでいきますね。横に置いておきましょうかね。このちょっと咲いてるタイプのものですね、少し横に置きながら、この辺りなんですけれども、よくですね、スパイラルどうするのって言われたりするんですけれども、まあ大体はスパイラルの感じにしたりとかするんですけれども、ただですね、ワイヤーがですね、短くてなかなか決まった位置に収まらない時もありますよね。ですので、そんなに神経質にならなくてもいいかなと思うんですけれど、最後の方でちょっと違うなっていう時にはこう、くるっとして枝の部分ですね、回したりとかするとある程度のところに決まってきますので、意識しながらも自由な感じでちょっと束ねていきますね。この新種のラナンキュラスもですね、少しちらっと見せる感じで入れていきますけれども、でポイント2ですね、ちょっと丸いものが欲しいなという時にはアクセントにこういったものを入れておかれるといいですかね。で、飛び出しが欲しい時にはこんな風にしてですね、少しユーカリとか入れていきましょうですね。で、このミモザを使い分けてるのもですね、ちょっとこのグリーンが咲き始めのような雰囲気があると思うんですけれども、でちょっと下に下がるような動きが出るデザインになるかなと思いますので、そういったものをちょっと横の方に入れながら入れていかれるといいかなと。で、このナズナもですね、こうクッションになるので、ところどころに入れながら、ちょっと色合いをですね、グリーンが単調になりがちなので、ちょっと違う雰囲気で入れておかれるとまた面白みが出るかなというふうに思います。で、先ほどの似たようなものなんですけれども、またこれさらに飛び出しが出てきますよね。そういうのもこうやって入れつつ、組まれると面白いのが出来上がるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こちらもですね、ある程度グルーピングしながら入れてでもいいですし、まあ、ランダムにといいますか、決まったような配置で入れておかれるのもいいと思うんですけれども、時々ですね、こういうカラーリーフを入れていくと味付けになりますよね。お好みで組んでいただければと思うんですけれども、黄色のブーケはやっぱり春の代表的なお花のイメージにつながりますし、まあ縁起がいいっていうふうにも言われますよね、黄色って。で、たまにやっぱりトレンドカラーで出てきたりですとかね、黄色ってやっぱり華やかなものなので皆さんに好かれる色かなというふうに思います。まあ、こんな風にしてですね、可愛らしく出来上がってきたわけなんですけれども、まあ、こういったようなブッシュのタイプ、こちらもですね、ボリューム出しだったりだとか、ちょっとしたアクセントに入れられると、またちょっと足元がですね、キュッと引き締まる感じがあるかと思うんですけれども、で最近はですね、特にナチュラルな感じの風景が人気があると思いますので、ちょっとステムもですね、活かしながら組んでいってますけれども、そのあとこちらですね、最後の1本になりますけれど、途中にこうやって入
入れてあげてもいいですよね。でこちらもですね、アーティフィシャルなので、ちょっと何度でもここの位置違うなって思った時にやり直しが効くんですよね。途中で今日はここに押さえておいて、まとめておいて、次の日見るとまた違うってこともあるので、こう何度でもやり直せるっていうのはアーティフィシャルの特徴なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ブーケを組む時の練習にもなりますよね。だんだんと出来上がりつつあるんですけれども、ちょっとだけアクセントに入れておきますね。この子たちに。で、見出しもですね。少し入れて、もう同じようにですね、左右対称に門辺なく入れていただいてもいいんですけれども、こう足元りとかですねしてあげても面白い風景が出来上がるんじゃないかなというふうに思います。でアクセントにもうちょっとだけ入れておきますね。で最後にワイヤーで縛るんですけれども、こちらもですね24番の2本ぐらいですね、こちらですね。でここを20ぐらいキュッと止めて、ラジオペンチを使って止めていきますけれども、割りながらくるくるっとこんな感じですね。緩みがないように切っていただいて、で最後倒しておきます。あとこの部分ですね、少し出ているところはみんなカットしていきますけれども、まあ、同じぐらいの長さでですね、こうやってカットしていきますね。であとはこのワイヤーですね、フローラルテープで巻いたようなもの、あんまりこれ外に出てると綺麗じゃないですよね。そういったものはもうここら辺で切っていただいて、最後こう緩むようであればグルーガンとかで使って、この葉っぱでですね、こうやって覆っていただいてもいいと思います。今日はですね、ここ最後まで処理しているとちょっとお時間かかってしまうもんですから、こんな感じに収めていきたいと思います。最後にですね、出来上がったものでご紹介させていただきますので、こちらをご覧ください。はい、こちらになりますね。わかりになりますでしょうかね。このステムの部分ですね、ワイヤーが出てはいないと思うんですけれども、中の方でこう埋まってるんですね。でバック処理をしてますね、ユーカリで。でちょっとカバーしてますけれども、ワイヤーが見える部分は隠しておいていただいて、でリボンもこちらですね、青山リボンさんのものですけれども、ちょっと蝶々結びなんかでキュッとされると可愛らしい花束が出来上がると思います。最後にですね、こういうような器に入れていただいてもいいかなというふうに思います。はい。ではですね、1点目のブーケの出来上がりですね、こちらですね。また画面が違うと違ったように見えるかと思いますけれども、こんな風に出来上がっています。もう一点ですね、似たようなタイプになるんですけれども、スワッグをご紹介させていただきます。同じような感じでこちらなんですけれども、パンジーが主役になってますね。でこう花束の状態になってるんですけれども、材料説明からさせていただきますね。材料がですね、中心になってますのがこちらの43667のミックスリーフハンギングブーケ、こちらです。こんな風にしてハンギングタイプになってるんですけれども、これを吊り下げてですね、これを主にして使っています。あとはですね、最近人気のあるこちらのラベンダーですね、とラベンダーの合わせたこういったようなパンジーの色目でしたりとか、あとはこんな風なユーカリがですね、従来長いものだったんですけれども、ミックスになっていて手軽になっているものもありますので、こういったものを組み合わせて簡単なんですけれども、ご紹介させていただきます。まあ、こちらを中心に、バラバラにみんなするんですけれども、イメージとして捉えていただければと思うんですけれども、こんな感じでまとめて束ねていっているという感じですね。
で、正面を作るか、もう四方見にするか、それは、判断していただいて、壁掛けにするんであれば三方見でいいですし、前面で見た方がいいわっていう方は前面に行くように組んでいただければと思うんですけれども、で、まあこういうようなイメージですね。で、この辺りが根元に入っていってるっていう感じです。で、ところとところですね、先ほどとは違って葉っぱを整理しずに使っていくっていうところが特徴的ですね。で、出来上がったもので少しご紹介させていただきますね。こういうイメージですね。前面にですね、少しずつこう切り分けて入ってますけれども、よく見るとこういったところで縛ってあって隠してある感じなんですけれども、ところどころでですね、ポイントポイントで縛ってありますね。で、リボンのあしらって、で、こういうような引っ掛けのタイプになってます。ですので、こう後ろから見てもいいですし、こうやって上に出てですね、花束のような雰囲気で見ても可愛らしいですよね。で、こちらはですね、金額が結構抑えられた形でのアレンジのご紹介ができるかなというところでご紹介をさせていただきました。というところでですね、2点のアレンジのご紹介でした。最後にこちらを見ていただいて、はい、春らしい色違いのですね、アレンジのご紹介です。